ミュージックハンター。 Hey, yo, hello, YouTube. 今日もやってまいりましたミュージックハンター365。本日はジルコ東京、そしてナビゲーターは MC ハマークス。今日も素敵なアーティストを紹介していきます。気に入ったという方はグッドボタンね、グッドボタンを押すことによって、アーティストを応援してますという気持ちがとても伝わりますので、ぜひぜひお願いします。そして、こんなアーティスト、素敵なアーティストを毎日見たいなという方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。それでは早速本日ご紹介するアーティストはこちら。本日のゲスト、夜が明ければの皆さんです。お願いします。お願いします。はい、はい、それではパートと名前を。はい、ドラムの翔吾です。キーボードレモンです。ボーカルの佐藤健です。ベースの大輔です。お願いします。はい、はい、それでは夜が明ければさん、お願いします。宮城県仙台市を拠点に活動中、泣いて笑って生きてロックバンド夜が明ければ。YouTube ね、ご覧の方で初めて見るね方、まあ、いろんな曲聴いていただきたいと思うんですが、まずこの曲を聴いてくれれば夜が明ければが分かるぞみたいな代表曲などあれば教えていただければと思いますが、いかがでしょう。じゃあ、せーので言ってみよう。せーので言ってみよう。あー、これで、うん、みんな一緒じゃないとおかしいな。せーの、涙。はい、全然違うやん。全然違うやん。え、なんて言ったの。涙。おー、涙。涙。近い。近いか。近いよ、ね、全員違います。推しがあるって、ね、ツアーの道中がかなりサバイバルなことをやられておられるというのをお伺いしたので、ぜひぜひちょっと教えていただければと思います。いかがでしょう。炊飯器持ってある。炊飯器持ってお金がなくて、ほら田舎なんで米はあるんですよ。なるほど、豊作ですね。おお、一般ではお米を売ってます。嘘です。お米はたくさんあると。お米はあるよね。作ってるわけじゃないでしょ。作ってはないです。誰も農家じゃない。なんかうどんの食べ方もすごい豪快だとっていうのは違って聞いたんですけど、うどんすか。どんなうどんの食べ方をされてたんですか。粉のあの出汁の素を振りかけて食ってたす。麺だけ買ってっていう。買って出るかも。入れて自宅から持ち込んで、ジルコの楽屋で出汁ぶしかけて食べるっていうのを。茹でて持ってきたんですね。もうだって今回12時間かかったんですよね。そうですね、大体そのぐらいかかりましたね。茹でた状態でも食べれるんですか。12時間カピカピだったんですか。一旦水で濡らして山干してから戻す作業があるんですね。そういう食べ物じゃないじゃあ皆さんね、ちょっと遠方のザバンさんはぜひぜひうどんを先に茹でてから。そうですね、真似してください。真似してください。ぜひ、まあ今日がね、ジルコ東京でのライブで、今回がまあツアーの一環だと、ね、いうことなんですが、今回はどういったツアーに行ったんでしょう。 YOAMA シングルの涙わからないよっていう CD をリリースしまして、そのツアーで回ってます。まあそれぞれの曲の雰囲気だったり、込められた思いなんかがあればぜひちょっとお伺いできればと思いますが、いかがでしょう。いろんなこの人それぞれのストーリーみたいなのがあって、辛かったりこれから頑張るぞって言ったり、そういう思いをこう込めた曲たちになってます。なるほどなるほど。両方ともまあこう力強いメッセージが入っているという感じですかね。ボーカルさん生誕祭を盛大にされるということなので、ぜひご案内をお願いします。3月13日に、僕の、21歳の、誕生日生誕祭を、行うんで、ぜひ来てください。3月13日の情報ツイッター載ってるんで、ぜひチェックの方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。プレゼントいっぱい募集してます。僕にもください。お願いします。お願いします。お願いします。それでは夜が明ければさん、残念ながらお時間になってしまいました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ですので、最後にね、番組をご覧の皆様に何かメッセージがあればお願いします。ライブいっぱいやってるので皆さん見に来てください。お願いします。お願いします。はい、それでは本日のゲスト、夜が明ければの皆さんでした。ありがとうございました。それではこの後夜が明ければのライブ映像、そっちもチェックしてね。ミュージックハンター。
Yeah.
動画はこちらジルコ東京さんからお送りしました。そしてミュージックハンターのチャンネル登録ジルコ東京気になった方はこちらにリンク概要欄にも書いておきますのでチェックしてください。ではまた明日。